はいえー、これは18年度の、ねえー、問題です、まあ、古い問題は、ね、載せますとアクセスが少ないんですけどね、しかし、こういう基本的な、ねえー、問題をしっかりです、ねえー、やって、えー、公式です、ねえー、の中身をしっかり、えー、理解するということが必要ではないかなと思います。はい はい、この、ね、問題は定番の公式をですね、えー、ちょっと変形して、えー、代入すればできるという問題ですね。はいえー、逆起電力 E イコール LDT 分の DI イコール N×DT 分の D ファイですね。これを L イコールに、えー、等式をね移行します。そうしますとこれあのあ I 分の N ファイとこれを一式としましてね。 それから、1秒あたりのです、ね、電流の変化ですね。これもあの、えー、単位あたりと、単位時間あたりと、こうね、難しい書いてありますけどね。えー、あのー、まあ、内容は1秒間あたりの電流の変化ですね。これは DT 分の DI にしますと、これ6アンペアになりますね。それから、1秒間あたりの時速の変化ですね。えー、これは DT 分の D f ァイで、えー、0.4割る1.2ミリですね。 えー、となりますとこれは3ミリウェーバーですね。これを3式にします。この1式のですね I 分の ANΦ のところへですね、えー、2式と3式を代入してね、えー、計算しますと、えー、上が30かけ10のマイナス3乗ですね。だから上がいたらあかんかな。下がですね6ですから、えー、5かけ10のマイナス3乗で、えー、5ミリヘンリーということになります。